アメリカか初の編集シーン。パト、オッケー、オッケー。はい、皆さんこんにちは。ハロー、ニーハオ、井上正弘です。今日はですね、ウェディングファンタジアさんのところに来ております。ここね、ちょっとやばいんですよ。普段多分結婚式場で使われてるんですけれども、今日はピンクの特撮のロケ地として使わせていただきます。ただね、中の映えがものすごいらしいので、ちょっと散策していきたいと思います。行きましょう。まずさ、もう入り口豪華すぎない？もうだから入り口からなんかもうちょっと映えの予感がすごいけれども、ね、うわ、なんかもうちょっとクリスマス風でね、トタルタイマーの洋館みたいな感じですけどね。すごい。ちょっとあっちの扉から行ってみるか。いや、もうなんかこの辺とかもすごいですよね。何か絶対指輪指輪でかない？これこれキャンドル置くところですね、これ。うわー、おしゃれー。ちょっとこっち行きますか。もういきなり雰囲気がちょっと可愛らしいけど、もうちょっとシックめな感じになりましたね。こっちですね。いいですね。ちょっとなんかいい感じ、いい感じな感じになりましたけど。あ、何これ、時計？時計じゃないな、なんか変な音声がありますね、この。で、こっちの方はちょっと可愛らしくなりますね。ちょっと可愛らしくなってからのバーがありますよ、バーが。すごくない？こんなバーある？いいかな。はい、どうも、いらっしゃいませ。マサヒロズバーへようこそ。お飲み物は何にいらっしゃいますか？あ、なんかいきなり雰囲気違いますね、ここ。じゃあちょっと外出てみます。やばやばいよ、やばいよ。ちょっと何ここ、なんかね、急に今度はアメリカ感。何これ、いやすごい、すごくないですか。いやこれ結婚式でどうやって使うんですかね。すごい可愛いですね。やっぱりなんかウェディングファンタジアっていうだけあって、もうウェディングのファンタジアですね。語彙力って感じですけど、すごい。ちょっとこの橋渡りたいですね。うわ、ちょっとちょっと来て。教会、教会ありますよ。教会があります。ちょっと、なんかすごいことがあります。ちょっと入ってみましょう。うわー、嬉しい。ちょっと、映えが半端ないですね。どんな時も互いに支え合って幸せになることを誓いますか？では誓いのキスを。あれですかね、ちょっと怖かったですか。ちょっとどこまで映えるか写真1枚撮ってみます。はい、ということで写真1枚撮らせていただきました。まあ、詳しく見たい方はインスタの方を見てみてください。今日僕はですね、まあ、すごいシーン撮ります。僕は撮影2日目なんですけども、僕の編集隊のスーツと、まあ、初めて一緒にセッションするということで、まあ、すごく楽しみにしております。まあ、ここのロケ地はまあそんなに長い時間で、ね、撮影するわけじゃないんですけども、今日かなり凝縮されてる撮影になってるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、その撮影の風景の方はちょっとだけお見せしようかなと。撮影風景、はい、ということで、今日撮影これからもうやるんですけども、まあ、夜の撮影なんで、
まあ、ちょっとね待ちました。で今日の撮影なんですけど、もう初の変身シーン、僕が、まあ、変身っていうか、まあ、変化というか、まあ、あの僕があのジサリスになるシーンなんですけれども、まあ、みんなによくね変身したいとかって結構言うじゃないですか。撮影ではねこんな感じで進行するんだぞっていうのをねお伝えできたらいいなと思います。いよいよ私がジザリスになるシーンでございます。クソ寒いですで今回は、まあ、これ携帯で変身するんですよね。はい、ってことで携帯をね仕込んでる最中です。ジサリス変身まで3、2、1、どうぞ。携帯変化。いやーすごいな、スタイリッシュですね。いい感じですよ。おーなるほど、横顔かっこいいな、横顔かっこいい、まあ、縦もいいですね。うん、いい感じですね。どうですか、あの着た感じは。そうですね、やっぱでも自分の体に合わせてもらってるんで、はいはい、いい感じです。おお、よかったです。もうなんかジサリス喋ってる優しい、まあ、まあまあ当たり前なんですけどね、はい、あまり本編では見ない光景です、ね、本編よりも先にこっちが上がる可能性ありますけど、ね、あかっこいいな、おい笑えるわ。めちゃくちゃ映えしてる、映えがすごい、映えがすごい、買ってからわかる、うん、どうだ、ね、でっかい方がいいか、監督のやつは例の、はい、かっこいいね。あ、絶対ルーキーだ。うん、じゃあバミります。あ、バミって足が映ってんだよな、これ作戦では。あれ、これバミるってことはもしかして僕入ります。僕入ります。あ、一応がつきましたね。一応です。あの本編見るとちょっと映ってないかもしれません。いや、本編映ってないよね、多分さっきの話で言うとバレましたか。よく特撮ならでは あの変身カットって、まあ、こういう風にあるんですよ。あのバミリーあるじゃないですか、あれ足元決めてで入れ替わるっていうことをやるんですよ、はい、撮影で変身シーンどれですかって言ったら、もうまさに今からやることが変身カットと言われるやつなんで、ちょっとこれね、あの皆さん気になってると思うんで映そうかなと思っております。一回じゃあそこ入ります。はい、じゃあいきます、3番、942、テイク1。はい、OK。 次、ジサリスできます。はい、行きます、よー、はい、変形した、変形完了、はい、OK。 そしたらこのポーズのマジダリスさん入ります。アーマーです、アーマー、アーマーインフォア、なんか僕の思ったよりも変身シーン長いっすね
もっとね、スッとね、終わる現場が多いんです。左足が少し内側、もうちょっと、はーい、そうですね、左手ちょっと開く、左手ちょっと開く、はい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 、そこです、はーい、よーい、はい、逆、スタート、OK! OK! あ、終わりましたね。初めての変身ですか。初めての変身終わりました。まあ、変身というか、携帯変化というね、あの名前なんですけど、リサリスになるということで、初めて、まあ、俗に言う変身シーン、やらせていただきました。いやー、お疲れ様でした。寒かったね。感想が。これがね、映像になると、すごい面白い感じになったと思いますので、まあ、その本編、楽しみに。していただけたらなと思います。ということで、少し撮影現場お見せしたと思うんですけれども、なんと今日は変身シーンの撮影を、送らせていただきました。それでは皆さん、ここでお別れしましょう。またねー。